チャオ、あっちゃんです。今日は奈良でアコとお買い物で〇〇ゲーム。チャオ、あっちゃんです。今日は奈良でアコとお買い物で〇〇ゲームっていうことでね、お買い物行きましょう。はい、ということでね、今日はエバーグリーンにアコとお買い物に行きました。じゃあまずは果物から買い物しようかなと思うんだけど、果物何買ってもいい？うん、いいよ。あのカゴに入れたらいいよ、欲しいの好きな入れたらいいで。だってお金ないんでしょ。なあ、まあなんとかなるよ。無理しなくていいのに。私容赦なく入れてくよ。大丈夫大丈夫、いけるよ。ああ、やったやった。じゃあ私柿好きだから柿食べようかな。じゃあ柿まず1個ぽい。あ、そうだそうだ、もう1個買うわ。柿がリンゴに進化やって、なんでやねん。うわ、なんでリンゴなの。こんなあり、おもろなら2個目入れてみようかな、ぽい。リンゴが梨かよ。梨変なの。もう一個梨入れてみようかな、なんか変わるかな。で、桃缶ってなんで桃だけ缶詰やねん。ほんとや、桃缶や。じゃあこの桃缶2個入れたらどうなるの、ぽい。で、パイナップルに進化って、なんかめっちゃスイカゲームやんこれ。スイカゲームって何。スイカゲームってあれやんか、あっちゃんいつもゲームでやってるやつやん。あのいろんな果物くっついたらもう一つ違うやつに進化するゲームやんか。なんかよくわかんないけど、それスイカゲームっていうの。うん、でスイカゲームってなんやねん。ね、あっちゃんやつ見てないんかいな。見てない。よくわからないけど、これスイカゲームに似てるんだ。そうそうそう。さあ、私パイナップルさ好きだからさ、もう一個入れてもいい？うん、いいよ。はい。え、で2個でメロンになったで。あ、すっごい、パイナップルがメロンになった。メロンに進化。じゃあもしかしてそのスイカゲームってこの後なんかに変わるのかな。なんかドキドキ。ほんならいけー、もう一個メロン入れちゃおう、ぽい。あ、ちょっと待って、まあ、お金ないから6000円のメロンやめようよ。もうそれはあかんわ。動画一本にそんなお金かけられへんて。話違う、お金のあるって言ったやんか。って言いながらこっそり入れてるし、って入れた。え、なにこれ、スイカって、これスイカやん。スイカ、よっちゃんいかやん、これね。なんやねん、これ。あっちゃん、やったやん、安くなったやん。これって、100円よ。買って帰ろう、帰ろう。ちょ、これもう、果物やのって、おつまみやからな。まあ、ええわ。なんかちっちゃくなっちゃったね。うん。まあ、ええわ。あの、そんなんやりな。ひらがい卵ないよ。だから、ひらがい卵買うて帰るわ。ひらがい卵高いのに、いくつ買ってるの？うん、結構な、食べるから、2パック買っていく。2パック。何パックも？うん。2パック入れとくわ。そーっと、割れたから、そーっと入れるからな。って、くっついた。え、鶏になったわ。なんだこれ。なんで鶏なの？しかも、ひらがい卵。2個で、鶏。あ、まあいいわ。あの、卵をね、これで、あの、平替えしたらさ、卵買わなくていいもんね。やったじゃん、あっちゃん。買って帰ろ、帰ろ、鶏。いや、まあまあまあ、ええけどさ、まあ、鶏買おうか。じゃあ、鶏ってこれ、どうやって会計したらいいのやろ。これ、イコカ使えるんかな。イコカじゃなくって、スイカじゃないんかい。おいしい。ささ、あの、買って、鶏さん早く買って帰ろう。小屋作らなきゃいけないからね。まあ、作るのもあっちゃん、飼育もあっちゃん、よろしくね。
なんでやねん。ええやん、もう安くなるやん。貧乏はね、これでええの。まあいいか、ニワトリかわいいしな、はい、うん、かわいいかわいい、うん、じゃあ帰ろ帰ろ。はい。